2019光州世界水泳で発生した韓国代表チームのロゴ消しウェア問題と関連し、大韓水泳連盟が公式謝罪した。大韓水泳連盟は23日、公式謝罪文を通して、世界水泳に参加する韓国代表選手団の物品支給と関連し物議を醸したことを深く反省し、 水泳を愛する選手と国民へ心よりお詫びすると明かした。今大会の序盤、ダイビング競技に出場した韓国代表選手のトレーニングウェアのバックプリントには、ローマ字での、コリア表記ではなく、銀色のビニールテープが貼り付けられていた。これは、大韓水泳連盟とスポンサー企業の契約が遅れたことで、 代表選手らは国名ではなくスポンサー企業のロゴが入ったトレーニングウェアが支給され、このロゴを隠すために急遽テープが貼られたのだ。連盟側は、クリアな状況で物品公演企業を選定し、選手団の支援に不利益がないよう完璧なスポンサー企業を選定するため努力したが、予想もしない連盟の不手際と管理不足などにより、結局、 大きなミスにつながってしまったと説明。また、19日の競泳競技スタート前、競泳選手団の支援から規定に合うウェアを支給した。他種目に参加する代表選手にも追加で規定に合うものを支給したと明かした。物議を醸したことについて連盟側は、今後、このようなことが二度と起こらないように、 より徹底して準備し選手に被害が及ばないようにすると約束した。